はい、皆さんこんにちは、ゲームイズのしかもです。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズのしろです。青に13 13なんだよね。マジか、13。いや、ちょっとね、でもそろそろ見てる人とかさ、大丈夫なの？見てる人イライラし始めてる。あ、マジ、うん、まあでもそういうもんだからね、実況は。僕らもね、うん、青鬼に対してイライラしてあ、じゃあもうイライラ VS イライラみたいになってる。そう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 なってるから、まあ、うん、今日だから最初と気分転換ね、うん、はい、ガチャ、あ、ガチャこれ回して、あ、じゃあパート13ガチャだけ。え、いやいや、あ、ね、あ、ガチャの後もやるんですね。はい、あ、1回ずつ1回ずついきましょう、はい、どうぞ。違うの欲しいじゃん、ちょっともうあの、ね、はい、金髪の弱いのにしよう。ちょっとそうそう、変わっちゃって。赤髪がいいですね。赤髪か青髪がいいですね。え、来たじゃん。え、超いいじゃん。遅そうじゃん。変更しましょう、とりあえず。とりあえず変更しとりあえず変更しましょう。はい、じゃあ俺これの大きい版引きます。てか星3引いてよ、星3。あ、星3ね、いきます。で、今の星2なんだ、はい、星3ありそうだったけど。お、あ、これいつもよりなんか長くないですか。え、なんかちょっと遅い。わかりづら。ET みたいな。はい、先どうぞ。でね、前回詰まったんじゃなかった？そう、前回ここで詰まってね、はい、皆さんに難しすぎてヒント教えてもらったんですけど、はい。あ、教えてもらったんですね。飛ばしてた。はい、ここ。あ、飛ばしたのなんか。うん、この部屋のあれ、はい、あの入力するのあったじゃん。はい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 。あ、じゃあこれ先だったんだ。やっぱやんないといけなくて。こっちが先なんだね。うん、でこの木のね、あれをお前ら覚えろっていうのは来てて、はい、木のあれ、そう、何、木のあれって本数、え、合ってんじゃん、じゃあ前回ので、そう、前回ので合っててでもね、なんだっけ、これな、1、この扉、これでなんかこれ、はい、これなんかね、埋められてるんじゃないんだって、これ、あ、違うんですか、汚れなんだって。あ、汚れなんだ。なんか深いって持ってたっけ。それはなん、ね、これらしいよ。新聞紙？ほんとだ、いっぱいめっちゃあるぞ。めっちゃあるじゃん。 1,2,3,4,5,6,7,8 です、ね、8？ じゃあ、はい、ちょっと待って、じゃあこれでとりあえず右側から見て、今3番目が8ね。 1, 1でしたよ。 1 1 1 1 2 1 2 8 1。ここも2だった気がする。1 2 8 2 2。あ、なるほどね。なんであそこ服っていう回答になんなかったのかね。なんか結構たどり着きそうですけどね。埋め立てられてるっていうか。じゃあもうゼロだって言い切っちゃったね。そう、ゼロだって言い切っちゃった。あの窓じゃなくなってるよって、うん、あ、ほら、あ、ほんとだ、開いた。で、うん、ここにあれがある。何があるの。バッテリー。なんか前さ、携帯か。あ、あったね、携帯で助けを呼ぶって。違うんだ、あれも。あれも違うんだね。携帯ここで見れるらしいんですよ、うん、あ、見れちゃうんだ。なんか今回一応ね、ここまでがね、うん、視聴者ヒントです。はいはいはい、はい、ところ。あ、視聴者ヒントね。そう、あ、じゃあここまで行ったらもう勝ったじゃないですか。これ脱出するだけでしょ、これで使用して、はい、電池じゃないですか。あー、なるほど、ね、あ、そうそうそう、オッケーと電話手に入れた、ね、これをまた見ると、お、電話かけれんすか、わかんない。あ、今見た、この画面から動かないって言ってたよ。金曜日、え、今日これも撮ってんの金曜日なんですけど、これ、え、見せてください。フライデー、ほんとだ、フライデーで、うん、これ、なるほどね、フライデー。じゃあこの金曜日のやつを1から5をやればいい。そうそうそう、めっちゃ簡単じゃん。めっちゃ簡単じゃん。え、なん、前回超迷ってなかった、前回も。だって、はい、前回あれのまま言ってたら本当に、ああ、気をつけろ、これ直線上はやばい、直線上やばい、直線上やばいよ。ああ、めんどくせえ、ここまでやんの。あ、セーブしなかった、してないっすよ、はい、こいつ、てかマスク変えた意味、こいつ、確かに、あ、こいつできたら変わんないのか、なんでこいつ出てくんの、てか、いや、でもそこはまだね、自分ちょっとよく分かってなかったから、はいはいはい、ちょうどいい交代だったわ。あ、なるほどね、この上のやつでも、まあ、もう間違いなく金曜日のは間違いないからってことは金曜日ってことでしょ。そうで、最初に見るべきは時間割表でしょ、うん、はい、サッカー図工科学って覚えてもらっていいですか。サッカー図工科学、はい、サッカー図工科学、サッカー図工科学、音楽、サッカー図工科学、音楽、算数、サッカー図工科学、サッ
ッカー図工科学、サ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 ッカー図工科学。はい、任せてください。はい、サッカー、サッカー図工、図工科学、科学。はい、ガチャン。おい、じゃあ、あの向きが違う、向きだ、あの下か。じゃあ結局そう、これがね、はい、あれが分かんなかったんだよ結局。じゃあこうなるってことか。サッカー図工科学、サッカー図工科学、左上左下真ん中出てくんねよ。一回そうだ、ね、出てくんねよ。サッカー図工真ん中科学、これこれ、え、なんで合ってないじゃん。じゃあ普通に関係ないのかな、あれ。え、関係ないの、その関係ないとかある。出てくる絶対。正規の方向でもうやってみれば。じゃあそのもう見たまんま。ああ、見たまんま、これってことっすか、うん、だからサッカー図工学、左下右下真ん中、逆 Z ってことっすよね。へえ、そんな関係ないのかな。そしたら意地悪だけどね。ね、何のためのあれ。まんまなの。あのボコ何なの。あのボコボコ何なの。あのボコボコ何なの。何のためにあのボコボコがあんの。いや、さすがに、いや結構ね、うん、コメントで言われてるんですよ僕ら、うん、考えすぎだったから、うん、何週もね、はいはいはい、1週2週して考えすぎって言われてるけど、さすがにあの図面じゃや考えるじゃん。考えるでしょ。な、何落としたよ、なんか今。嘘、うん、え、な、落とした、うん、なんかゲットしたのかな。ライターオイル、え、ライター使えんじゃん。これであれだ、暗い部屋絶対そうだ。なるほど。他にも調べた、ここ。もうないか。今上は調べましたね。じゃあ間違いない。さすが、確かにあそこもね詰まってましたからゴリ押ししたやつでしょ。もうね、はい、通称 PS で行こうとしたから、はい、通称ゴリ押し部屋でしょ。あ、これ出てくるよ。そろそろ出ると思うけどね、うん、ここだっけ。いや、下これ出てくる絶対。で、左の部屋入ってロッカーに隠れる、左の部屋入ってロッカーに隠れる。大丈夫じゃん。大丈夫。どっち、どこだった、どっち、ここじゃないか。出てくる。一回下降りるのかな。ビルトゥースのそんなとこでしたっけ。うん、だ気がする。気をつけて、直線ダメだよ。で、こいつあれも、で、あとね、アップデートしたんで、今回からね、はい、いや、でもこいつ直線しかいけないんですよ。こいつ直線しかいけない。探索能力あるんだー。あるのかよ、あるのかよ。直線特化じゃねえのかよ。で、そう、はい、アップデートしたんですよ。アップデートしたの。したから、はい、これまで結構さ、急に、うん、アプリ落ちてたことがあったと。はい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 、それがなんかね、改善されてる。いや、3です、はい、らしいんで。あ、改善されたんだ。そうそうそう、超いいじゃないですか。で、あと白旋風もなんかね、はい、使えなくなる、え、なったらしい。アプリ、あのドアガチャドアガチャダメになった、アップデートで。マジ、あの白旋風もね、噂ではだけど、はい、試してみたら後で。あ、ってことは、じゃあ俺も逃げられないと。そう、鬼に出会ったら終わりと。はい、そういうことですか。あ、ここっぽかったね。絶対そうじゃん。来た、やっとっすね。やっとだね。これね、暗闇洞窟。うわー、うわー、絶対そうだ。これ何なの？ろうそく置いてるんですか？あ、ここでもろうそくつけるんだ。あ、机だったんだね。なるほどね。あ、つけていく。あ、これ順番あるやつ。逆に謎解きのやつ。いや、全部つけたら明るくなるみたいなことじゃないですか。あ、なるほど。やらしいな、これ。いけなかったんだ、結局。ああ、なんだ、そういうことなんだ。 ね、その最後のろうそくの割やばくないですか今。やば最後のろうそくの割やばかったな今。体感、ね、あ、馬だ、馬で、ね、馬うわ、どんどん溶けていくぞこれ。今回セーブしました、ね、セーブしました、うん、今回で終わるんじゃないですか。だいぶ、でもそろそろもう終わるらしいから、はい、本当に。あ、ガチで終わるんだ。あ、じゃあちょっと終わらせましょうよ今日。本当にそう、はい、ため取り、ため取り
ダメ取りダメ取り。でもね、そろそろもうね、はい、いい加減あれしないとやっぱ。そうですね。あの見てる方もね、ちょっとやっぱ若干イライラしてくるんで、ね、たまにはやっぱスムーズ感作んないと。そう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 、はい。でももうこれ以上謎解きないでしょ。あのと、もうクライマックスだと思うよ。俺もう今日の目標考えすぎないだから。そう、いやでも単純に考えます。僕らどんな、うん、やっぱ慣れてなかったからね、うん、この。逆にさ、これは入れてどこ開くの？確かに。開いてないとこあったっけ？もうどこが開いてないのか覚えてないよね。そこなんだよね。はい。最上階。じゃあ一番上行く。開いてないとこってあったっけ？一番上じゃないですか。そろそろね、そろそろね、多分ね、あの新しいやつが出てきますよ。あのガチャで引いたやつ。だから確かにあいつ出てきてくんないと。確かに。もうあの盛り上がらない。なんであいつしか出てこない。ちょっと。平べった屋さんしか出てこないしか、はい、出てこないから、ね、最上階、最上階、何これまだ上上がれたっけ。はんぺんいないっすね。最上階ってどこだっけ。あ、もう一個上あるから、ここが最後じゃない。ここが多分最上階っすよ。でもあそこ行ったよね、こっち、うん、どっちも行った。あ、それじゃないですか、それ行った気がする。あ、お、全然行った気しなかった。いいっすね。いいね。いや、これラストでしょ絶対。いや、ちょっと最、おお、やばい、ラスボス種やばい、やばいね。これ調べとこう、一応調べましょう、調べましょう。あ、ラスボスか。タクロウ、あ、タクロウか、上じゃったか。ええ、この上は屋上でしょうか。ああ、下には出口がなかったし、こっちを探すしかない。行ってみるか。行ってみよう。うわ、ちょっとセーブだね。仲間になりましたね。仲間になった、ね、これいるよね、たまにね、そのラスボスで仲間に。ああ、いる、そのラスボス前。確かに誰これ。こいつあれじゃない、城之内の女装か、なんだっけ、ハーピーレディー、はい、クラキマイ、誰だっけ、そんな名前なったっけ。クジャ、クジャキマイ。やばい、 え音だけがしてる。どうした、どういうこと、どういうこと、音だけがしてる。あ、見えないお兄さん、見えないお兄、見えないお兄じゃないですか。バル、バルバルでしょ、バルだね、これは。えぇ、ー、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どうしたの今、何があったよね。やばかった、ちょっと待って、それバルで、バル隣のやつ殴ろう。タクロウがやばかった。あ、バル正解じゃん、タクロウになってた。バル正解、やばい、バル正解、バル正解。これ何、どうやんの、落ちんじゃんって。落ちんのかよ。しかもめっちゃいいとこじゃん。あ、ここか。そうそう。行って。落としてるね。あが、バレバレで。バールだ。これ見るでしょ。ほら。怖くねこれ。これやばいよ。え、これなんか状態異常とかかってるのかな。正常。正常じゃねえだろ。正常ではないと思うよ。やばい。で、気をつけて、もう。来るから。もう閉まってる気がする、閉まってる気がする。負ける？来いよ。あれだ、もうあのロッカー入るしかないっすね。あのロッカーだね、そうだね。ドロドロの何かだったらしいっすよ、今の。お。早いっすね。もうちょっと見よう。お！アイドルじゃん。いや違いました、俺国民的アイドルじゃない。いや違う、わかんないっす、知らなかった。最初フレイヤーかと思った。いや、ここも分かってるから怖い、怖いっすね。3回目ちょっとなんかあれっすね。3回目いける、バールですね、バールだね、はい、やっぱ持ってるのは使えるんだ。近ないっすか、近ないっすか。はぁ、やばい。早いよ。早いっすよね、こいつ。こっち行ってみる。あ、上行ってみましょうか。やめろ。夜デートしたりしたいよ、ね。いや、ダメだよ。これ、誘拐になっちゃうよ、もうこの。え、さっき、シロさんがやった時よりも、ね、すぐ入ってきた感あったけど。プレイヤー選ぶんですかね。やべ、このバージョン何回も使えない。下行く、上行く。あ、上だ。上じゃない。絶対上じゃない。でも止まってるよ。これまたすぐ、そこまたすぐ右下、右下行ったりしたけど、絶対無理だよ、絶対無理だよ、すぐ右、マジですぐ右行ってしたね、本当に行ける、はい、ほら行ける、行ける、まだ参る、まだ参る、明日行けばもうまだ参るぞ。
こいつやばいです、早いです、こいつ俺より早い。こいつスピード早いのかな。これ多いな、夜デートしたがりっすね。ダメだよ夜は。いやちょっとこれやばいっすね。鬼キラー見せるから。鬼キラー見せます。バールスバール、バールなんか便利ボタンとかないんですかね。いやそれちょっと設定しときたい、ね、便利ボタン。あ、送りました。送れた、送りました。いや上行こう、これで。あ、行けねえんだこっち。あ、左行けないんだ。行けない。あの、はい、じゃあこれもうさ、もう絶対左側のロッカーに逃げなきゃいけないってことですよね。あ、それか、あのなんかだん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 なってたところの真ん中通って、はいはいはい、上の部屋行って。ああ、なるほどね。でもさっきのさ、下側に逃げてきて距離稼ぐやつだったら多分途中で追いつかれますよ。マジ。だから学んだのはこの部屋出た時に一歩下下がりすぎてるんですよ、うん、あ、じゃあもうそこを下がらないで下に行くっていう、はい、クローゼット、ここですぐ左。あ、本当だ、うわ、本当だ、このあれはでかいでしょ。え、今ちょっと急にズルしようと迷った迷った。あ、ドアね、思ったほか入れなかったんですよ。散々散々正攻法で行こうとしてたくせに、はい、うん、急にズルしよう。ドア入ってブラックアウトした時にもうスティック左にしといた方がいいです。スティックも左からスタートした方がいいです。ナウシカさんならあれスムーズにドア入れるじゃないですか。 PS 界でこうなるか、これ確かに PS 界。あ、でもこれで13は終わりっすね。確かに。これもう左スティック倒しといて、オーケー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 、はい、いける、完璧、これ完璧っすね。そ、なんでドアスムージングに入れるんですか。おっしゃ、まだ分かんないです、まだ安心できないです。いや大丈夫でしょう。ああ、いやでも髪型パンチ力あって、ほらほら入って今ね、はい、来た音がした時大丈夫だから。あ、そうなんだ。そう、いや分かるだろう。 OK、 おお、すげえ。でも負けましたね、うん、これセーブっすね。しここになんかありそうっすね。上にもなんか光ってなりましたよね。あ、マジ、はい、またなんすかねあれ。まあ、確かに夜はね、はい、ちっちゃい子と夜遊ぶって夜はいいことがあるかもしれない。 まずいですよね。はぁ、なんや、ロケット団のアジトだ。これロケット団のアジトありますよこれ。ほら絶対あの 3つのうちのどれかにマスターボールあります。上になんか壁ありますね。なんかなんの、引きましょう。引けない。なんかアイテムいらねえだろ。引きなさいよ。レンズ？なんかこういうところで使えってね。ああ、なんかじゃあ片っ、こっちじゃない。そうそう、どっちかというとこっちなんか使えそうっすよね。確かに。下で。これ何？墓？なんだ。タクロ？ああ。左押すんじゃないですか。動作してない。それ直す感じですかね。また今何もできないのかな、うん、ヒントなんかヒント、上側になんかあるのかもしれないですね。それか今の壊れてるボタンでレンズじゃないですか。あ、使ってみる、はい、これなかったら一回外出て探索しましょう。そうだ、探索はねお前ら足りねえよって言われてんだよね。あ、言われてたんですか。探索しましょう。待てよ、もうちょっと。ちょっとレンズ頼りすぎんだもんね。そろそろ。確かに。いやでもなんか進むと楽しいっすね、やっぱね。それそうなんだよね。あ、二人になった。進まないと本当にね、はい、まああれ、そう、自分がバカなんじゃないかってどんどん思ってくるんだよ、ね。うん、マイナス思考っすね。金具怪しいね。これがスイッチ。うわあ！やばい！うわ、やばい！あー、あかんわこれ。大丈夫大丈夫、植木どかそう。ああ。こいつやばい。こいつやばいね。こいつのパンチ力やばいね。早かったっすか？早い。でかい。でかいのはわかる。なんかドロドロしてますよね。でもなんかさ。鬼じゃなくなったね。鬼じゃなくなったから。ついに鬼じゃなくなったね。あ、今してたセーブ。あ、しました。うん、だからあ、じゃあもう取るだけか。から取って出てきたわけじゃないですよ。いや、取って出てきた。あ、確定じゃん。
ヒエロ任せる。いいよいいよ。あ、こっちの方が早い。早い。あ、遅い。こいつ遅い。やれる。俺まだいける。待てよ、なんで間に合わなかったの。あれ確定か。じゃああれ入るときってクリックいります？いる。あ、いるんだ。そう、あれあれね、そう、意外に、はい、それ忘れがちで、意外シビアっすね。ちゃんと、はい、甘えはダメなんだよね。甘えってやべ、ディスられた。いや、違う違う、あの、はい、甘えを渡せると入れてくんね。あ、なるほどね。確定なんだもん、はい、ま、大丈夫ですかこれ。あそこくるくる挟まなくて大丈夫。あれくるくる挟んだ方がいいっすよ。あれくるくる、確かにこれどこで、はい、時間稼がないとダメなの。そう、結構くるくる挟んだ。それかあっちの部屋行けないのかな。あ、先そっち行ってみましょうか、うん、あ、確かに先そっち行ってみるのは取んないで、はい、まあ、だって分かってるから。なんかだって書いてあるもん、あれドラム缶になんか、あ、行けるのかよ。番号でしょどうせ。あ、じゃあまだだ。これ絶対あれでしょ、書いてある。先行ってみた。これなんか書いてあるもん。あで、あ、うん、まだでも作動してなかったから、はいはいはい、まあ、スイッチの順ですよね。スイッチの順、信号かな、信号、うん、だから金具刺して今のまた覚えて、はいはいはい、あ、そうね、これスイッチ、あ、いいよ、でもそこまで分かってる。やられるの分かってる。まあいいよ、もうデートしようね、あっていいな、これやっても分かんない。いきます行きますよ。あ、もうやっぱくるくる必要っす。来いよ、オッケー。これでやっぱ2周っすね。もう2、うん、何周かしたら。あ、こいつバカだ。あ、確率じゃん。押してるよ、絶対。押す、押し、マジだ。やばい、PS 上がった。確かに学びましたね、てか前回のね、はい、負ける、そうね、うん、あの差をつけれる。ああ、どんどん叩いてる。叩いてますよ。叩いてる。どうやって叩くんですかね、あいつ。全身で。頭突き。全身で叩いてる。オッケー。まあ、連続出るとないっしょ。あ、もう覚えて。覚えていきましょう。はい。青。じゃあ青は赤から。はい。1、1、1、1、3、3、2。じゃあ1、1、3、3覚えてください。分かった。はい。2、1、2、3。待った、ボタンの色あるわ。そうそう、そうなんだよね。あ、なるほどね、ごめんなさい、俺信号のあの配置だと思ってました。から青で、これが青。あれあれ、じゃあなんかもう一個必要なんですかね。これで色見えるとかかな。さっきやったんですね。金具のところで使ってみる。じゃあ上の、あ、使えなかったですか、あの金具っていうか、スイッチの金具。ここか。違う気がするんだけど、この金具が使えなかったってことか。え、だよね。なるほどね、まず金具が使えなく、そもそも金具が使えなかったのか。下に完全に疑わなかったね。じゃあもう一個どっかにあるんですね、探索頑張ってんのかどっか。さて、なんか機械的なのありましたっけ。あったっけ。え、やめろよ、まだ早いぞ。この直せないよ、ね、それって何。あ、それそれだ。あれ、これがさ、でもさ、これをさっきのマークにするんだよね、多分ね。スイッチ押すとここが光るのかな、向こうで。あ、はい、で、ここの順にさっきの色を ここに点灯させるみたいな感じのもしれないです。スイッチ使えんのかな。あ、ここに使ってみます。そうそう、あ、確かに使って完全に。またこれ言われちゃうよ、頭固い。でもさ、その奥の部屋行けたんじゃ、行けたんじゃ。これですか、行けないよ。あ、ここ行けたパターンか。行ってないから。あ、やっぱそうだよね。これまさかね。しかないよね、でも。
だよね。他に何か使えるのかな。これ使えたりする。どこにある。こっちの上の方、そこあれだと変えられない。そうだよね。あそこなんかある。どこですか。あれ一番右の。あ、本当だ。こっか。いや、もういい感じじゃん、うん、いや、もうどんどん進んでる。次で終わるレベルに進んでる。今回の最初のヒントがでかかった、はい、あのあ、それはある。図形、あれ、うん、でね、うん、てかあのボコ許せなくないですか。今まだ許せないよ俺。あのあれはメモ帳にあったボコはね、あれ恨むよ。あれはさすがにやっぱね、深読みポイントの一つ、うんうん、でもあれさ、深読みしないするよね、あれすると思う、うんうん、はい、なんでね、うん、まあでもあそこは本当に皆さんのおかげで、はい、で本当にそのおかげでありがとうございます。次もサクサクいければと思います。はい、よろしくお願いします。まあで本当長くなると思うんでね、はい、まあ、お付き合いいただいて、まあ、はい、なんかね、まあ、逆にサクサク行き過ぎてもね、うん、っていうところもあるし、まあ飲み、いやガチでやっていけないんだよ。ガチでやっていけない。何聞いてるのもあるけど、ね、うん、ぜひ、ね、ちょっとまだ、はい、まだ続きそうなんでご視聴お願いします。はい、お願いします。じゃあ今回もゲーム大ビジュアル4からお送りしました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。